マーケットアナライズプラス b s 1 2エ1 2毎週土曜日昼1時放送。 岡崎さんのの今週の注目ニュースお願いしますというわけでこの不意打ちを食らったような形で忙しかった1週間なんですがやはり今週は新年度が始まりましたので毎年恒例です最初のニュースは日銀短です、はい、で皆さんも新聞等であるいはテレビ等でご覧になっている通り、うんえー、製造業の景況感がです、ね、コロナの前に回復したという話それから設備投資は まあ慎重なスタートですね0.6%計画21年度と、まあ、ここまで出ていると思うんですがそれと同時に私は昔からの習慣で今年度2021年度がどういう計画になっているのかというのをう毎年毎年4月1日にチェックしています今回はですね不,不況からの立ち直る年度なんですね。というわけで今日はこういうグラフを作ってみました。こちらをご覧ください こちらはですね4本の折れ線グラフがありますがこの4本の折れ線グラフは過去4回の2001年9年度16年度そして去年の20年度のそれぞれのそれぞれの年の3月6月9月12月そして最終的に実績見込み実績という形で計画がどのような形で着地したかというものを表しているものです。 え大概ですね。2009年も2 0 1年も、えー、2016年もまあへこんで最後はなんとか回復して戻ると。で今回もあ言い忘れましたけどもこれは大企業の製造業の売上の計画です。売上の計画ですね。はい、え途中まで12月の調査まではどうでしょうね。9%ぐらい落ちてたんですかね。それがちょっと戻って最終的には 最終的には、えー、8%ぐらいのところで終わりそうかなという見込みなんですね。でそして新しい年は、えー、昨年2020年度に比べたらプラス2.6%と、うんえー、戻ってくるだろうと、えー、完全に回復じゃないですけどね戻っていくだろうという見込みで始まっています。はい、これが大企業の製造業で同じ売り上げで今度は非製造業を見るとこれはちょっと困った話です。まだ 完全にに下げ止まっった形にはななてていなくて紫色の2020年度ですねこちらの方はずるずると年度いっぱいまで下げ続けていてそして21年度はここよりは1.7%戻るだろうというそういう見方なんですね。さらに 売上がこういう中で利益はどうかというとケはツネケ製ツネはですねこの中では09年度もそれから16年度もきれいな V 字回復01年度 IT バブル崩壊の時はちょっと最後まで時間かかったっていう感じなんですけどもねなんとかまあ利益の方は元に戻るだろうと。でさらに えー、21年度始まりました今年はプラス1.8%思いのほか低いですよ<ー>これは株式市場関係者が期待した数字にはこれ誰も言いませんけれどもね、はい、全然届いてないですさらにもう一つこれがねショックな話なんですね、はい、非製造業です経常、えー、計画とそれから経常の昨年の形なんですけども全く V 字回復せずに完全にこれ L 字型の形です。 L 字型で凹んだまま1年が終わったということになりそうです20年度はさらに21年度はプラス5.6%なんですけどもこれだけ凹んでそれで5.6%しか戻らないっていうのはこれ全然リバウンドしていない形なんですね と思ってですねこの非製造業大企業の非製造業がこれまで経常をどれぐらい稼いできていたのかをちょっと苦労して作ってきたんですけどもこれ2010年の3月からです左軸これ超単位ですから12兆円ぐらい利益を出してたんですね、えー、我が国の非製造業大企業は。でそれがずっと上って上って22兆円ぐらいまでずっと上がったんですが昨年1年間これ一気に吐き出してほぼ半分ぐらいになっちゃって。 こからここから5.6%戻してもこれ何のことはない10年前に戻るというこういう絵なんですね。で利益が10年前に戻るということはこれは憶測で物を言うのはよくないのかもしれませんがおそらく耐えられない企業がいっぱい出てくると、うん、非製造業耐えられないあと1年耐えられるかどうかという話になってくるでしょうしでその先にあるのは何かというとこれ需要が消えたわけじゃないので一時的に止まってますからおそ、はい、らく2021年度非製造業は 最変ですねおそらく生存等汰がものすごく激しく起きるんじゃないかと思いますこれが、えー、昨日発表された短観の一つ目の私の結論二、はい、つ目の結論はこれ親やっと思ったんですがこれは日単価の中には設備投資の計画があります、えー、設備投資の3月の時点で今年2021年はどうなるかでもっぱらメディアが注目しているのは設備投資全体なんですがその中にソフトウェア計画っていうのがあるんですよ。まあ、コンピュータ関連の投資ですね これがですね大企業の製造業の数字でびっくりしたんですが中小企業や中堅企業では過去にもあったことなんですけども大企業の製造業で過去このデータが取られてから最大記録最も高い伸びです。今年は製造業にととってみるとソフトウェア投資の最高記録を出すす計画なんですねで他にも例えば01年とか11年とか何回か高い数字の時代があるんですけどもその時は 最終的に着地がどうだったかというとですねこれやっぱり高い計画の時は高いもっと高い実績を残すというのが例なんですよ。<ー>ということは今年は非常に狭い世界かもしれませんが、はい、このソフトウェアの投資は日本中で大企業製造業が多いというってことは大きい会社が大きな投資をするということになりますからこれは株式市場的には大きなテーマになるのかなと。これが とりあえずです、ね、昨日の4月1日に発表された短観の私のの出した2つ目の結論です、うん、あの先ほどの1つ目の結論のところで、うん、再編業界の再編について岡崎さんお話になりましたけど、はい、矢島さんいかがでしょうかこの自力回復なかなか難しいなんか業界再編の再編を多分今でもそのする体力がないのかなっていうのも一方でちょっとあって、うん、今回私の短観で、まあ、あの改めて確認したのは、えっと、DI。 あの業況判断ですけどこれ製造業は自動車電気等々全部プラスになってるんですけどそういう意味ではえと計画ベースの数字もダメですしマインド的にも下なのでえと再編をしなきゃいけないのは事実なんだけど再編ができないのでとりあえずその稼働をさせるためにソフトウェア投資をしてるっていうそういう理解を私はしましまたひょっとするとじゃあまた外資がやってくるといいますか買収海外からのこれはどうですかねまああの 状況が良くなってくれば多分する状況になってくると思うんですけどとりあえずは足元の売り上げを伸ばすためにソフトウェア投資なんですけど、うん、例えばこの携帯とかで商売ができるようにするために今慌ててるっていう状況かなっていうふうにちょっと読みましたけどね。